さあ、やっと2時にすることができました。いつもありがとうございます。おそぼんば徳島のパンプキンです。本日もと頑張ってるやっていくんですけども、ちょっと私これ必殺技演出見たことないんで、ちょっと見させてもうてええすか。まあ、せっかく2時にしたし、まあ一回は使ってみようっていう、そういう動画でございます。はい、老化夫婦打法、これ気弾系ちゃうよね。で、敵が2体以上だとアタック上がるっていうことは、敵が1体ってことはパッシブ発動しないっていうことでいいよね。なのでちょっと回避をね、ちょっと振らさせていただいてるんですけど、ちょっとまあ頑張っていきましょう。で、今回ウーシンロン、ちょっとまあゴリゴリっちゃゴリゴリで、ちょっとこのフェスゲンヤムチャを久しぶりにちょっと使いたいなってことで、まあこういったメンバーで挑みますわ。で、バッカ野郎悟空で、フェスゲンの地属性の方の悟空少年期入れようと思ったんやけど、あれ、気弾吸収されるからね、このウーシンロンは。なので、体属性の方を連れてきた。200% ではなくなるけどね。で、虹のヤムチャさんお借りして、言いましょうか。で、ウィスでブルマで、もう必殺技演出見れたら俺それでええんや。もう早速やし、ほんで。早速来たな。どうしよう。ウィスダブル崖の方がいいんかな。敵固まっとってくれ。あ、そうくるんか。早期弾は、あれよ。ただ、気弾系やから、吸われるんよな。ちょっとウィス一回使って。早期弾は吸われんねん。あ、必殺技演出みたいな。3枠目で申し訳ないな。でも、こういこうか。悟空がさ、ええんか。ええわ、ええわ。オッケーオッケー。もうこれでいこう。ウィス1個で無理かな。まあ、回避振ってるとはいえ。あ、こういう必殺演出なんや。全然くれへん。あ、これあかんか。ウィス1個で無理だ。おー、耐えてるわ。あ、耐えてる。耐えてるんかどうか知らんけど。いや、耐えてんな。いいね。あ、最高。はい、最高。あ、はい、最高。ほんま、横に悟空少年鏡ってええんやけどな。で、攻撃すればするほど強くなっていくフェスゲンヤムチャ。久しぶりに使おうたな。で、回避してくれたんやね。で、高確率回避だったっけね。確か。はい。OK。あ、いいね。いい感じじゃんね。確か早期弾ほやね。リンク噛めへんのんじゃ。早期弾そうやね、確か。ほやね。やっぱりほやね。まあええわ。まあよしとしよう。あかん、やばい。ちょっとトイレ行きたい。ちょっとカメラ切るわ。トイレ行きたい。さあ、もう体調整えて撮影追っ始めろっつう話でしょ。いや、まあ、そこ以来いいじゃないですかね。いいところまで削ったからよ、トイレ中に。で、4万6000の3万4000。で、ウィスの効果がもうない。どうしよう。バカ野郎だと倒してしまいそうなんですよね。じゃあ分かった。ヤムチャが主役やから、とりあえず2回ちょっともう耐えてもうて、で、ヤムチャで、とどめっていう、もう流れで行ってくれ。な、そうせんか。じゃあ、どうしよう。こう行きましょうか。最後、このヤムチャで、フェスゲンヤムチャで倒すみたいな。そんな感じで。ええやん。それで行こう。で、回避も振ってるからよ。まあ、ワンチャン回避してくれるよ。レベル15。きついな。きついかな。レベル15。さっき一回回避したんやけどな。お願いします。痛えな。ちょ、必殺打ってこんなよ。かっ飛ばせ。おお、開始。あ、これ回避してくれな。ちょっと具合悪いんやけど。ああ、痛い。お、耐えてる。やったやったぜ。あ、結構いけるもん。さすが 200% 編成やな。すげえな。耐えたで必殺。ウィスの効果なしで。ま、ということで今回ね、
あの野球やむちゃやっと2時になったんで、切磋琢磨して周回した野球やむちゃがやっと2時になったんで、うん、まあちょっとあのあれだわ、あの願いの逆流弱流誕生の右心論政治で、まあ、使ってみたという動画でございましたけど、そうだな、まあ極限来るまではまあボックス内のオブジェでしょはいというところで最後までご視聴ありがとうございました。まあ虹にする必要性はない、うん、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。